お願いします。高校生のお悩みを解決したいよ。この国にはですね、イルカトレーナーになりたいという中高生がね、5万というわけですよ。で、その子たちにね、なんかいい情報を届けたいなと思いまして、緊急で動画を回してるんですけど。いつも言いたいです。ネットでね、いろいろちょっと質問を探してみました。トレーナーになる上で、まあ、就職試験を勝ち抜く上で、有利な資格ありますかということでございます。これは非常に実践的でよくやる質問ですね。私も学生の時に先生にしたことがあります。ぶっちゃけどんな資格持ってたらいいのとか教えてくれよと言ったことがあります。どうぞ。資格？はい、もうまずベタなんからでいいですよ。ああ、資格ね。そしたら潜水士。潜水士はほぼ必要です。必要じゃないところもあるんですけど、大体必要ですので、潜水士は絶対に取らないとダメです。で、潜水士は一応国家試験なんですけど、めっちゃ簡単なんで、ちゃんと勉強すれば高校生でも取れます。僕が行ってた専門学校では潜水士に落ちると先生にボコボコにされます。で、2回目も落ちたら追放。他にオープンウォーターダイバーです。ダイビングのライセンスですね。オープンウォーターで十分。3段階あるんですよね。もっと。えっ、ダイビングのライセンスがもうグダグダやねん、ネットの情報。なんか潜水士とこのダイビングライセンスがまず混同されてる。あ、それはある。これ移動感になるわ。これよ、潜水士とダイビングのライセンスは全く別物なんですね。で、この潜水士っていうのは実技試験ないです。これ全部筆記試験だけ。例えば何メートルに何分潜ったら窒素酔いになるよねとかって、なんかこう海で作業する、深いところで作業するときに知っておかないといけない危険項目について知るみたいな。で、それを自分は熟知してますよっていう資格でございます。これ国家資格です。で、このダイビングのライセンスっていうのは、まあ、パディとクマスっていう、まあ、2大大手企業があるんですけど、このダイビングライセンスを認可しているパディとクマスですね。大体パディです。日本で取るってなったら。まあ、どっちでもいいんですけど。で、それぞれが発行しているただのライセンスです。これ資格とかでも、まあ、ライセンスですね。はい。まあ、パディさんが言うにはあなたはここまでできますよっていう感じです。あ、ランクがあるんですよね、いろいろ。で、最初がオープンウォーターですね。で、次がアドバンスですね。で、その次が、レスキュー。で、ダイブマスター。で、AI、アシスタントインストラクター、インストラクターみたいな感じで、確かに6段階ぐらいに分かれてるんですよね。で、このインストラクターまで行くと、結構仕事あります。インストラクターだけで多分食いっぱぐれることはない。で、このアシスタントインストラクターが、は、もうちょっと頑張ってインストラクターになるみたいな。まあ、ただ AI で、アシスタントインストラクターでも結構仕事がある。ただ、それ以下、何の価値もないです。まあ、価値ゼロはちょっと言い過ぎかな。ただ、ちょっと言い過ぎやな。ただ、そのダイブマスターを持ってるだけで仕事がいっぱい来るみたいなのもないです。で、ことイルカトレーナーの業務に関してはオープンウォーターさえあれば十分です。むしろこれ必須科目でもないです。オープンウォーターがなんかこの求人票に必須で書いてるみたいなのはほぼないです。だから専門学校に行ったら絶対取るんで、オープンウォーターは全員あるみたいな。で、そのさらに自分で課金してアドバンスまで取るかダイブマスターまで取るかみたいな選べるんですけど、基本的には選ばなくて大丈夫です。ダイブマスターまで行こうとすると何十本潜らないとダメなんで、もうね、100万ぐらいかかるんですよ。で、機材とかも自分で揃えてなるんで、めっちゃお金かかるんですよ。アドバンスでも10万とかかかりますね。2泊3日とか3泊4日から取りに行くんで、結構かかります。で、お金がかかるんでね、とにかくダイビングは。なんで、全然オープンで大丈夫です。なんかレスキューとかもあるんですけど、これはね、取らなくていい。ダイビングで仕事をしたいんだったら、ちゃんとAI までは取ってください。他にあとね、船舶を取った方がいいっていう人もいるけど、出た場所による。必要なところは必要だし、必要ないとかは全く必要ない。持ってますか？持ってない。小型船舶免許ね、これもあるんですよ。まあ1級、2級、3級とかね、まあ、いろいろあるんです。大体2級ですね、取られるのはね。まあ、2級持ってたら、まあ、大概の船はちっちゃい船やったらね、操縦できるよみたいな、そんな感じなんですけど。船乗りたいです。船一応イルカバッグ持ってるからね、どこにあるか分からんけど小型船舶はもうこれは自己判断やな。専門学校で取ったりするんですけど、で、学割が効いて普通に取ったら20万ぐらいするところを半額とかで取れたりするんですよ。ただ就職先によっては全く使わないんで。そう、
で5年くらいで更新必要になりますよね。そうそうそう、だから使わなかったらもったいないから目指すところによります。自分は就職先が決まってたから取るときに、でそこが必要ないって言ってたよね、聞いたの、うん、いりますかって言って、いらないって言ったから、あじゃあ取らないと思って、8万ぐらいかかったから受験費が、うん、でちょっとやめましたね自分は。ただ必要なところもあります。で特に概要飼育しているような、円管は必要ですね、うん、求人票にも返したりする小型船舶免許持ってる人必須って書いてる時もあるし、優遇って書いてる時もありますんで、確かに小型船舶はそうやね。あと運転免許証、そうだね、ミッションですね、まあ、最近オートマのものも増えてきましたけど、まだミッションで取得しといた方がいい気がする。そんな変わんないですね、料金とか。料金はね、まあ、難しいからね、なんか女の子すごい嫌うよねミッション、うん、専門入ってから取り直してる子が多かった。他に学芸員、学芸員持ってるだけでもうそれだけでなんかもう一個バーンってズバ抜けます。それは大学生ですね。大学生、うん、学芸員はある、確かに。それも場所によりますよ。場所によるね、うちやったら学芸員全く必要ないからね。水族館ってなったら学芸員はいるな。他にない。逆にいらないっていう資格、いらない資格、うん、なんかあります？いっぱいある。なんか専門学校の時に、なんかそういう資格系って結構来るやん、お知らせ。ああ、そういうことね。うん。生物分類技能検定。ああ。いらん。うん、生物分類技能検定が言い悪いじゃないですよ。トレーナーになるっていう、この確率を高める上でいるかいらないかなんで、いらん。なんか専門学校を卒業するタイミングで、その専門学校の何か教科を履修したことで取れる資格ありませんでした？コミュニケーションスキルアップ技能検定。いや。いや。何？英検？なんかお金を払うとその資格は、履歴書に。インタープリテーションや。インタープリター。え？インタープリターです。インタープリテーション。自然体験学習を私は履修しましたよっていう資格があるんやけど、いらん。だからちょっと言ってること違うけど、いらん。まあ、そういうのもいらないな。いらないっていうか。書いてても弱いよね、うん。お金払ったら誰でも取れる資格やから、もう弱すぎるんだよね。だから専門学校同級生40人いたら、40人全員書いてるから、それが。だから、この差別化できへんのよね、別に。うん、自分生物分類技能検定持ってるけど、3級やったかな、持ってるけどね、履歴書書かなかったもんね、うん、別にそんな差別ができへんやろうと思って。あれじゃない、英検 TOEIC とか英検2級とか、2級からじゃない英検は。そうだね、3級って中学生の時だったもんな。それがあればね、今海外のお客さんも増えてるから場所によっては評価されます。トイック700点以上そんなん別にこの仕事じゃなくても何でもそれ。あ、まあ確かに、うん、あとね、いらないので言うとそんなもんかな。で資格はね、マジでこだわらんくていい気がする。もうほんまにミッションと潜水士さえあれば全然大丈夫、全然大丈夫。だ小型船舶と学芸員はすごいいい、魅力的、まあ、場所によりけりやけど魅力的だと思いますね。あとはね、もうほんまにもう取りたかったら取ったらえんちゃうみたいなそんな感じですね。ちなみに何持ってます？私オープンウォーターと潜水士くらいですよ。ああそう、愛玩も案内来たけど、うん、取らなかったんですよね。ペットショップ行く人に向いた資格だったから、ああ、ね、いや違うなと思って取らなかった。でもありましたよね、取った方が良かったなって思った場面。ああ、うち来てね、はい、ああそうだね。だから取っててもいいかもしれない。うん、いや別に取ってても給料上がらへんやろ。給料は上がらないですね、うん、給料上がらないって今取るでガリガリ勉強して、何しゃべる気だからね。うん、まあそんな感じでございます。
参考にしてみてください。よいしょ。